しまくって。はい、今日はちゃんと防具してますよ。実はですね、大爆発実験をエビちゃんが見せてくれるそうです。やってみよう。はい、行きましょう。この、うん、はい、赤い粉を、うん、はい、はい、この砂に、はい、砂の上に粉を乗せました、はい、これが爆薬でしょうか。はい、乗せます。まずいな、エビちゃん。はい、そして、うん、はい、こちらに、うん、じゃじゃん、導火線があります。導火線、はい、これを入れて火をつけます。さあどうなるでしょうか。あ、危険なので流していきます。よし、はい、消火器もスタンバイ OK。 はい、建物スタンバイ OK。 さあどうなるか、いきます。スイッチ、うん、今の粉はですね、酸化鉄とアルミの粉を混ぜたものなんです。ほうほう。酸化鉄とアルミの粉を混ぜて着火すると激しく反応します、うん、これをテルミット反応って言うんです。ああ、鉄道とかの溶接に使われている反応ですね。そう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 、はいはいはい。じゃあここに鉄ができているんですね。そう、ここにできているのは鉄です。鉄を作る実験ですか。はい、で、今の反応、まあ、ちょっとね、物足りなかったですね。なんかすごいしょぼかったね、うん、実はですね、この酸化鉄の代わりに他の金属も使うことができます。これを使いましょう。はい、はい、これは酸化銅とアルミの粉を混ぜたもの。酸化銅と、さあどうなるでしょうか。やってみましょう。いくよ、スイッチオン。うわー、爆発したぜ。あー、すごい煙。実験大成功。まずはじめは、こちらの実験です。さあ、これは何だと思いますか。次はですね、こちらを使います。何でしょうか。そうですね、はい、ありがとう。